さあ、これは意外な展開ですよ。いや、楽しくなってまいりました。ああ、今、さっきやったのに仕込めなかった。あ、このラウンドもう、これダメだ。ダメじゃない。こうなった時のベガの弱さ、半端ねえな。ゲージを使って、大きめ目重心。今度はガードします。あれ、表って、せこくない？まあ、こういう、このゲーム、うわ、早い。最速壊し。ゲージが貯めたいけど、ベガガはそのゲージを貯めれる行動がない。 2-1 ですよ。赤城さんが1、うまい。赤城さんが1の、柔道さんが2です。まあでも、うわっ、ベガガに立ちこぱんが重要なんですよね。リュウとかでも立ちこぱんでダブ2とか止めたりして。2戦戦役からまた1ラウンド戦役、柔道さん側に流れが来ています。お互い技を振って回り通す。あれが潰れてしまうんです。しっかり裏ガード。さあ、これは使っていく。ゲームのリーダーオンラインになっていく。台湾から見てるぞ。出てねえ、なんも。ゲージがないな、これきついぞ。一本溜まる。出川はこれはきついな。でもゲージがあるから浮かすな行動はできない。いや、もうこれはね、飛ぶしかない、うん、そっち選ぶ。まああれは難しいな。あの状況はちょっと正解がベガガはかなり少ないからな。これ本当いかに体力リードを奪うかやからね、ベガガは。一応あれ多分一応よく勝負だから、今のタイミングならもう一回上レッパか無理だよ、そんなできるわけね。マジか。本物ミス。ただ。さあ、画面端ピオリティも結構溜まってる。うまい。大き攻めは、うわー、今のは多分マジか表かって、ジョジョさんが一番持ってました。いや、あ、分かるよ。あれはベガね、ジャンプダイパンを出すタイミングで思った裏変わるんだ。いや、あのジャンプダイパン当てた後のショーを飛びしてからって。いや、だからコパンこすってた。いや、コパンこすってた、珍しい。いや、コパンは連眼になるから。あ、なるほどなるほど、頭いい。コンボも伸びるし、はいはいはい、ベガとしては。まあ安い。さあ、画面端しっかり勝っていく。うまい。あの、タッチダイパンもその対空としてかなり強いんですよ、桜川は。活性型アンフレなんで。投げを通して裏持って、今回は表2位で固めて画面端に持っていく。ブラスルとしっかりガードして、行ったり来たりの赤字のベガ。顔がマジで口が半開き。配信ですよ、喋ってくださいよ。あー、安い。まあ安いけど置き攻めがつくから。うわ、しっかりガードした。今のは4ガードした。ごめんごめんごめん。わあ、甘えたけどバクってしてた。ラッキーだ、これは。さあ、3-2。3人だっけ。3人ですね、今。柔道さん3の赤城さんが2。うまい、しっかりたい。こここの一応その牽制するんですよ。ダメージ取るためじゃなくてゲージがたまるのがでかいんですよ、その特に大攻撃だな。結構ガンガン溢れる桜川のゲージがたまりやすいんですよ。まずいまずい。状況見てもらってますから。うまい。マジか。ヤンみたいなプレーだった今。全ての行動が噛み合ったね。サッカーの緊急は結構強いんだよね。強いっすね、あれは。サッカーも逃げるから。
あ、もったいない。結局その固めって意味では多分そのベガのが長い間固めれるんですよね。はい、ブラックルーシュ混ぜてしっかりガード。うわー、これは噛み合ってしまう。あと打つか打たないかの読み合い。うわー、見えねえ。あ、安かったな、あれ殺しきれたな。まあそうですよね。しかもね、スパコン打ったらスパコンも出てないっていう、ね、ああ、あれは一応ウルコンだったら勝ってるんですかね。いや、勝ってない。ガードできる、ガードできる。あ、そうかそうか。てか、ウルコン12フレだからは。いはいはいはい。ガードこれ、リーチですか。いや、もうリーチだよ、もう。ああ、ガジオさんの意地を見せるか、これは。はい、先まで。お互いの一致。はい、マジであれ。さあ、ピオリーチか、これは。割り切って打っていく。バックステガリ。早い。これは美味しい。うまい。これは入るでしょう。はい。ああ。さあ、はい。マッチポイントになってしまいました。ああ、よかったよかった。おい、終わったような言い方すんなよ、まだ。終わったっぽいけど。赤城さんはここから強いですからね。そうそう、ここからね、やっぱり巻き返しがね。うわぁ、今のは4-2です。4-2です。表コンボ見せてしまう。ああ。あ、でもこれも、出川は攻めたいけど、EX 勝負だったら死ぬぞ。さあ、しっかり投げ通して。あ、ガジオさん取り返せるか、このセット。俺、また喋ってなかった。喋るよ、俺喋るよ。いいっすよ。本気なのはいいことです。さっきから何で食らいまくるんだろう、俺。セービング出てないんだよな。信用してます。はい。今、危なかった、今。EX 最高読みの。個人的にはこれは赤城さんが勝って、うわ、相打ちか。面白くなってほしい。チーム NSB の意地を見せるか。ダメだな。噛み合う。あ、でもそこまで減りはしないでしょう。はい。何あれ。うわ、うまい、こいつ。さあ、投げが通る。やばい。うわー、いい大パン、いいグラスミシでした。今のスパコンは何でくれたんですか。優しさですか。あなたはバファリンですか。俺ね、あれガードしたことないから分かんなくて、あれ下段になる。最後下段。あ、なるほど、立って何かしようとしたら。そうまあでも知らないとやっぱ知識ってのは出ますからね。よくあそこであんなに俺をクラス大パン振ったの、マジで。いわゆるあ例えばサスイのウルコン2なんですけど、ガエルのウルコンとかって要はあのダブルサマーとかでこうやって2回こうやってやって終わりじゃないですか。でもサスイのだと3回こうなるんですよ。こうで、それをやっぱ知らない人も多くて食らっちゃうんですよ。ウルコンスパコンっていうのは知らなくて、その破壊のスパコンとかでも。やっぱそのガードする機会ないごめんなさい。こっから怖いんだよ、マジで。あまりそのガードする機会がないスパコンが多いんですよね。ぶっちゃけその俺、さくらのスパコンガードしたことないんで、実際どうなってるか分かんないですね。さあ、あと一発。投げ食らっても壊し食らっても死ぬ体力。ただ、さくらがもう EX ショーを当てれば勝ち。むしろ EX チュンク当てても勝ち。体力さえそれまではそれまでは違わないから。これはお互い浮かすのことはできない。あと中足で中足を押し込んで狙っていきたい。
と残り11秒さあもう攻めないと時間がないぞ、うわー焦ったところに立ち台行け、この男できる、いい勝負だねこれは、いい勝負ですね、それ勝てそうだね、中継戦相打ち、若干の5分くらいか、さあいいところで勝負を打つ、コンボは見つらないぞこの人、さあピオリーチ裏かな表かな、表っぽいな、おいしい、あの表が逃げていく、さあまだこのキャラには逃げ竜巻がある、しっかり前攻めましたから手取ってくる、おいしい、パンダやうち今の EX 最高、勇気のいる EX 最高だった、シュンプーって言ったら死んでた、やばいぞこれ、あ、桜がもガードしてると徐々に自力になるしな、こうやって削られちゃうんで、ゲージやばい、あ、今のはおいしい、さあベガガはアセリスはもうない、前飛びは怖いぞ、ショウが弱ショウの対空、あがりさん攻めるね、いや攻めなきゃ勝てないもん俺、波動見てから EX2 を打ちたいが、はいはいはい、今ガード間に合ったね、いや今のは多分削り切れてました、あの体力の、あこれは並んだね、並びましたね、次勝った方が優しいな俺、対空、あ振り子に帰ってきたよ、振り子はねほぼ裏まで対空、茶の距離ね、両対応なの、あれがあれに勝てるんですよね、めくり中継が分けて、ただのロリこれお前ひどいな、投げは通ってヘッドしっかり裏ガードする、よく見てよく見えたのよ、飛びが通る、投げも通る、ネックサイコが当たる、壊しも、状況的には桜はかなりきついが、投げが通って一発くればわからない状況、しっかりベガープレに逃げる、これやばいな、あーこれワンチャンあるな、これはね打つ、ただゲージ状況的にもこれは合わせた合わせた、それそしてまたゲーマー B が同じになる、ここは割り切って打っていい、だからゲージがあるから次ラウンドは桜の方がやりやすい、まあ勝つよ、余裕ぶっこいたら3本連射されるか、これはマジか、しっかりジャッジコールしかここまで入れ込む、減る、しっかりワード取る、あーしっかりあれまあ打つでしょう、あまり減らないけれども、快速投げ力強い、力強い最速投げ、うわぁドヤ顔したかったのにできなかったじゃん、いやもうおしまいでーす、もうやりません、まああの、まあ、勝ったのは帰りたい、あのちなみにうち あの配信はゲットだろうがガチでやりますからね、この特にこの人は負けたくないもん、負けたくないもん、今日何もないよ俺、まあでもいい試合でしたよいやいや、あの本当に強い、マジで強い、うん、今のネタじゃん、最後のは普通にただの削り目的ですよね、いや削り目的で、まあ一応そのバック捨てとかもしにくいようにですよ、ね、フレーム調節してもうリバーサルで何か出さないと無理だよっていう、はい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 、まあでも何を思ったかね、前ガードしたんだよいや
いやいや、わかるよ、まあ、気持ちはくぐ、ね、くぐろうと思っちゃうからね。まあ、そう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 、うん、あるからね。まあ、そのあれはね、そのベガの唯一の安全攻撃みたいな感じですからね。そう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 、唯一安全に削れる手段として相手が転んだら、いや、でも強かった、本当に。いや、でも、あの、磯がね、次活躍する大会がね、急に話変わるんですけど、どうも、あの、今週末に天狗杯が、はい、で、天狗杯がね、ちょっと今決まるの遅かったんですけど、ちょっと配信の方も、決まりまして、はい、はい、我慢さんの方に協力してもらって、ぜひとも、はい、お願いします。配信しますので、ちなみに、まあ、優勝候補、ジュソさんなんでね、一応、はい、あの、今日はもう、かなりボロボロだったけど、まあ、あの、まあまあまあ、ゲーセンだとね、下げてあげるっていう、で、コンボは絶対に見せらないからね、まあ見てもらい、見せてもらいましょうよ、うん、っていうか、あの、赤ジュソさんも出ないんですよね、残念なことに、はい、いや、残念なことに、いやいや、まあまあ、いわゆる逃げですよ。俺は出てほしかったな、今回。いや、あのね、僕も別に本人は出てよ、出ていいよって言ったんですよ、その運営側の話をしてて、うん、まあ、俺は別に出てもいいし、うん、多分出ろ出ろって言われると思うんだけどって話してたんだけど、その結局、まあ、その、まあ、ちゃんと制限を作った大会だし、それでなんか出たら、じゃあ他の人に、いや、仮にだよ、仮にそれで普通に優勝してどうすんのっていう話になっちゃうじゃん。うん、いや、俺も別に平気で負けれるし、それが大会だからって言ったんだけどっていう風で、一応、まあ、出ないっていう風に。難しいところですよ、それ、まあ、一応コンセプトがね、そういう大会なんで、うん、できれば僕は正直、あの、そのルールに前回の天狗杯出てて優勝してない人は出場権ありっていうのがあったらよかったんじゃないかなっていう。はいはいはい、やっぱあの頃の雪辱を晴らしてるプレイヤーはいると思うんですよ。今回条件満たしてないけど、前負けてるわけですから、そのプレイヤーは。まあそうですね。だったら、でもまあ次天狗杯やるときはぜひそのルールを僕は採用してほしいなっていう、2012番では。まあちょっと、まあ、定期的にね、解説していきたいんで、いろいろ考えてね。面白いイベントなので。そんなね、天狗杯の方からですね、今年も PV が届いてまして、僕もまだ見てない。俺も見てない。あれですげえ楽しみなんだよ。で、それをですね、まあ、制作者が、すってすいませんのりあっちょさんなんですけど、はい、今回も作ってくださったということで、我慢さんの方に届いてるので、今から、流してくださるそうで、非常に、楽しみです。楽しみですね、これは。はい、これもあの写真撮られたんで、多分どっかに写る。そうかな、今回そっちなのかな、今回ね、2つ作ってるらしいんでね、ちょっとね、わからないんですけど、これはちょっと皆さん、本当大注目です。本当にすごいから、残月会にこんなのが作れるの。はい、じゃあちょっと流しますけれど、ごめんなさい、あの3人には音声なしになるんですけど、実際には配信で見てる人には音声流れてます。じゃあ後でまた見せてください。うまいね、これ。もう一個ください。はい、ではちょっと流しますよ。あの、めっちゃ美味しいです。あ、めっちゃうまい、これ。めっちゃうまいっすよ、これ。流せば。はい、お願いします。お願いします。あ、ゲームを切らない。あ、いいか、切れるか。うわー、ヤクザいる、ヤクザいる。いや、うちなんだけど。最近俺強いしてるやつが増えてきました。そこで今日は皆さんにちょっと殺し合いをしてもらいます。天狗杯、嫌なやつやと思うかもしれやんけど、自分の才能が怖いの。すごいすごい、これはすごい、純粋にすごい。みんな必死になったら生き残る価値のあるプレイヤーでやりましょう。チャカコンボミスしてるんだね。いつの試合だよ、あんなの。ごめんな、俺が殺しちゃう反則だよな。天狗杯がないの。そう、ちょっとね、音声ないの悲しいね。あ、違和感ないんだけど、茶会さんだけ一人死んでるんだね。11月26日開幕。い
やすごい。ジェトさんいなかった。いや、あのね、これはあのいわゆるなんか予告編の PV らしくて、予告編、まあ、見て気づいた方何人もいると思うんですけど、あの映画バトルロワイヤルのパロディーなんですよ。ですよね、はい、最初バトルロワイヤルじゃないかって言いそうになりましたから。で、なんかそれを今回作るっていうことで、はい、まあ、ちょっと大学の方に協力を要請しまして、教室を借りてですね、黒板を使わせていただいたり。そこまでしたんすか。僕だけでもロケで2日使ってます。はい、今のはいい茶番だった。いや、これ本当にね、あの裏地さんすごいですよ、マジで。なんか途中になんかこの入っても出てた Y9、なんであの Y24 か、はいはい、なんか明らかにチンピ。まあ明らかにそうですね。一応なんかまあちょっと裏話なんですけど、はい、パロディ作るんだからもっと俺いろいろやらしてよっつって、うん、でもちょっと肩がこう回してもいいみたいな言ったんですけど、ウルヤッチョさんが超真剣でダメっつって。なんで？いや、もうそういうのは撮りたいんじゃないみたいな。いつになくね、ウルヤッチョさんが本気モードで珍しく。いやでもすごい、もっと早くね音声あるで見たいですよね。これちょっと想像以上のレベルの高さですね。で、まあ、ちょっとね間に合うかどうか分かんないんですけど、ウレアトさんの話によると、そのもう一個作ってると。ほうほう。ああ、あるある。あ、そちらも届いてますか？あるんだけど。はい。あるんだけど、はい。ちょっとあの比較バージョンの動画が。あ、比較バージョンがありますか。うん、それもじゃあまだ大丈夫ですね。ってあんまり変わってないじゃん。流していいのかなこれ。ああ。あの映画側の方がですよね。うん、どうなんですかね、まあ、アップされてるやつ、どっかでアップできればアップします、はい、一応ウリアッチョさんはそのアップされてるものを持ってきたんですよ、はい、あの比較版のところに、はい、なんで上がってると言えば上がってるんですけどね、はい、もう、まあ、まあ最悪ね、あのちょっと、探していただければ、はい、あのバトルワイヤル その予告編のものが落ちてるんで、ちょっとまあ比較していただいて、はい、さっきの PV も含めて2個とかどっかに上げてくれると思うので、そうですね、はい、多分売り上げさんが見てるので上げてくれると思います。ですね、前作のもありますからね、まあ、よければそちらの方を見ていただくって形で、 URL の方は後ほど僕とか課長さんの Twitter で、そうですね、宣伝する形になりますかね、はい、そうなります。で、はい、あの今日多分ジュソ君がね写真撮ったみたいなこと言ってるのは、出場選手の紹介 PV の方なんで、うん、また別にあるんで、まあ、間に合えば当日には流したいなと。ですね、はい、ウリアッチョさんにはあの大トリで大トリしてくれと、大トリ出してくれと、もうすでにね、まあ、だってジュソ本当の天狗だもんね今ね。そうだよ、本当の天狗ですよ、うん、本当の天狗ですよ。でもそうそうそう、ちょっとあの、まあ、まだ時間もありますし、一応あ、ちょっとありますね、いやもうあのこれつなぎ直しますね、今日トーナメントこの後プレステなんで、あ、まあまあまあ、まあ、はい、ちょっとつなぎ直して、その間にちょっとジュソさんに NFT の話とかをちょっと、はい、あのちょっと話つなげておいてください、はい、何でも来てください。実際その孫さんとの試合と梅原さんとの試合、あのはどんな気分でした？あのね、 NSB ナイトの前回の NSB の大会の時も、決勝リーグ行った時にマッドキャッツチームだったですよね。その時はどうだったんでしたっけ？その時は、俺が先方で出て、はい、まあ先に1ラウンド取って、うん、え、誰がどっちえ、マッドキャッチチームの誰とかいいですか？孫さん、はい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 、で、1ラウンド取って、はい、そこから、まあ、負けて、うん、で、次 KOK やって、ストレート負けして、はい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 、ババマンやってストレート負けしてまあそんなにも、まあ、何も起こらず負けて、で、それで、まあ、それで KOK がそれで冷やったのか分かんないけど、NSB ナイトでまた当たって、はい、まあ、KOK はもう帰ろっか的な、もう諦めムードいや、でもやっぱどっかで勝とうと思ってたんでしょうけどね。そうそう、 で、で先方で赤ちょうが惜しい試合だった、まあ、かなり惜しい試合で、うん、それで KOK が、まあ、気合い入ったみたいで、いいですね、あの人はそう結構あの冷静な感じに見えて、結構感情でグワーッとくる人ですからね、試合とか見て、うんうんうん、本当に熱い人間なんで、もうやる前もう捨て芸して帰ろうかなっていう、うん、言ってたぐらいなんで、なんか結構あの人で時野さん、その実はその僕も試合始まる前にそのなん
号機はやってるからなんか負けれないとかよく言ってくれたりするんですよ、うん、なんで後から話してその時戸さんに勝ったこととか、うん、やっぱサガット号機って昔からめちゃくちゃ歩く目安じゃないですか、うん、だからあれを勝てたのが相当嬉しいでしょうね。そうだね、結構あの大舞台で、うん、やっぱやってきたものが止まってますからね、うん、でその後孫さんに負けてしまって、そこで呪詛桜の登場ですよ。そう、あのね、あーいい顔になって今一瞬笑顔になったぞこれは見逃さないぞ。これはね、まあ、みんな結構みんな、ベストバウトって言ってくれてるみたいで、うんうんうん、NSB ナイトがライフ制で2回勝たないとダメな感じだったんだけど、うんうん、もうそれでもう絶望的だったんだけど、まあ、勝っちゃったわね、うんまあ、勝ったっていうか、まあ、ぶっちゃけ孫さんが、うんまあ、最後コマミスしたのかな、うんまあ、ミスで勝ったのかなって、まあ暴発がね、あって、まあ、でもミスでも勝ちは勝ちですから、そこで殺しった与田さんもしっかりしてるし、うん、あ最後ね、はい、コパンチはしてないけどね、スライム性はね、本当に実力出ますからね、はい、うん、なのであれは、まあ、よあそこで正直レバー離す人もいますから、うん、まあ確かに悲しいことに、でもそれをしなくてちゃんと見て、そうそうそう、コマンドして勝った与田さんのレベルの高さっていうのもあったと思いますよ、あれは。まあ、最後まで諦めちゃダメってことね、うん、そう、あそこもね、本当にすごいなと思ったのはコパン一発しか打ってないんですよ。コパン一発で一枠にして中足に繋いでるんですよね。いや、確かそうなんですか。最後コパン一発で人、ね、結構立ち回りでコパンで固めるんですよ、前やるコパンで、当たったら中パンに入れたりとかっていうのはよくやるから、まあ、慣れてたのかな。そこは、あそこよく決められたと思います、本当に、うん、で、梅原参戦、梅原参戦あれ楽しくなかったですか。あれはね、まあ、初めて梅原さんとやるから、うん、もう手いや、こんな感じ、その気持ちに痛いことがあります。やっぱなんだかんだで、うん、トップじゃないですか。そう、ゲーマーオブゲーマーですよ、うん、やる今から自分がやるっていうその心境半端ないですよね、やっぱり。そうみんな見てるからね、配信もやってて、うん、あれはね、本当でも変な話、光栄なとこもありますよ。まあそうだね、ただ食ってやろうって気はままなんですよね、絶対、うん、だから負けても全然悔しくないん、ね、うんうん、あれはその珍しいぐらい その負けてもすがすがしいっていう、うん、そうそうそう、悔しいのは他の人には、うん、多分負けたら悔しいってなるけど、でもやっぱどうだろうな、悔しいことは悔しいんじゃないですか。もうそういうのも一切なしですか。うん、ないね。マジか、うん、だから気持ちよかっただよね、多分ね。そう、うん、いや俺も気持ちよかったよ、相当酒飲んだしね。飲んでたね。飲んでた。俺も最初にもうみんなにごめんって言ってたもん、うんうん、いやなんか後半ブロックですよって言った瞬間に、後半ブロック始まる時にすで、うん、に焼酎1ビールが、うん、7かな、うん、確か隅っこに座ってずっと酒飲んでましたよね。僕見てました。やる時ちょっとルール無視してたよね。先に先方戦を言わなきゃ。あ、あれはいいって言われたんだ。あ、でも片方から聞いてるから、もう先方座ってくださいって言われた、うんうん、はい。まあ、いやでも本当にね、楽しかったですよね、マジで。飲みながらね、ゲームできるって相当ね、いや、あそこはね、みんなガチのチームが来ると思わなかったよ、俺、本当に。いやでもね、はい、いいチーム集まりましたね、本当に強いチームがいっぱい、うん、3分だ。さあ、それじゃあ、いきますか。トーナメントの方、僕準備できたんで、はい、はい、まあ、せっかくなんで、呪詛とやっていただくためにこちら側は呪詛で、ね、もう負けないよ。こればっかだけど、はい、家帰ってペースリつけ。じゃあプレスの方皆さんも準備いいですか。いきますよ。ちょっと待ちます。はい、まあでも3個目そんな感じで、逆に僕はその逆なんですよね。孫さんに勝って梅原さんに負けて、梅原さんに勝って孫さんに負けてるじゃないですか。はい、じゃあ、はい、大丈夫ですか。じゃあトーナメントの方を作ります。キャラさんだよ。はい、どうぞ。親分でも悔しく、未だに悔しいですね、負けたのは。でちょっと待ちますね。これボタンあって、ね、ちょっと待って、ね、ちょっと相性悪い方いらっしゃるんで、はい、5、
ちょっと無理っぽいですか。3、2、1。申し訳ない感じかな。あ、緑やった方がね、赤に、いや、黄色になったりもするんですけど、ごめんね、ごめんね、ごめんね、しましょうか。はい、申し訳ないですけど、赤の方、すいません、申し訳ありません、西田さん、すいません、まあ、相性ありますからね、本当にルーター、かんのも、この後入ってくる。プレステで有名な人っているの？プレステで、これで大丈夫ですか？ギリの人とか、そのグッドタイムさんとか、今は分かんないけど、金曜日さんとか大丈夫ですか？はい、じゃあこれで行かせていただきます。まあ優勝しか見えませんよね、さすがにあの受賞さんだったら。はい、じゃあちょっとお約束ですけど、ルール説明です。あのキャラ義務、キャラはトーナメントごとに変更してしまうといけないのでお願いいたします。はいはい、でトーナメント自体は2回行います。はい、1回目のトーナメントで優勝者と、あと2回目はこの後もう1回トーナメントやりますので、その優勝者同士で争って勝った方が獅子軍人という形になります。はい、お願いします。お願いします。さあ、というわけで NSB トーナメント始まりました。第1回戦、呪詛さんいきなり出てきましたね。さあ、これは緊張してる顔です。負けたらどうしようっていう顔してます。ちょっと触りたいですね、あれね、プレッシャーから。1回戦は誠、誠、さくらは分かりません。よし、行きましょう。今は最初のワンチャンキャラだからね、うん、どっちが勝つかわかんない。いきなり前捨て、勢いがいい。しっかり繋いでる。繋ぐ。さくらは誠の前捨て止めるの小パンっすか。負けの小パン置いたりとか、中足置いたりするんですけど。そうね、まああと立ち台系とか、基本的にその、まあ基本的にはやっぱ前捨てには小技を置くっていうのが、今のも半角なんで、しっかり取れるかどうかでだいぶ変わってきますね。こうなっても、その、辛くから怖いですからね。やっつ、あー今もったいない、勝ちたかった。お、割り切っていく。さあ、1本目誠、うん、これあるね、1回戦負けね。1回戦負けは寒いぞ。しっかり差し返していく。今のはうまかった。さあ、あ、下なんだ。もったいないけど安い。コパンこせる。さしげさんからしっかりコンボ。おいしい。今のジャンプとかも吹き上げに負けるんで、実は怖い重ねなんですよね。ちょっと怖いから。まあ1対1、まあ、ゲージは3本あるんで当たったから。さくらでもゲージ3本はすぐ使いますからね、コンボで。まあ今見て増えますからね、中和してるのも半分。本当に増える、勝っていく。さあ、これはしっかりコンボつなげれば、さあしっかり逆に、ここりさあビオりました。これは結構痛いぞ。そう、削め重視のコンボ選択、しっかりこの綺麗。1回戦目勝ったのは呪詛さくら、ありがとうございました。オズジャパン、ありがとうございます。いや、これでバンバンできました、ね、え、バンバンが1回誠で入って1回戦で負けてたんですか。うん、かわいそうだった。そこで終わり。そこで終わり。残念、バンバンの物語はおしまいですっていう。それは嫌だな。じゃあまあトークしながら、まあ、トークしながら行きますか。ボタン何も押さなくていいんだよ。でもなんかでも参加者みたいな感じなので何も起きないですよ、ここからは。あ、ガンガさん、今日もあの呪詛のツイッターのアカウントが下出てますか。出てますわ。あの呪詛のツイッターのアカウント下の方に出てるんで、ぜひ皆さんフォローしてください。続きはこれ。もうこれは結構いい勝負、本気と書いてマジ初めて見た。やっぱこの道着対道着っていうのは一番やっぱやってても見てても楽しいんですよね、お互いのやりたいことが。で、その最初結構リュウって触りました、 AE の。まあ今ね、カード作った俺思った以上に中足短いんですよね。短い、本当に。
なんかゲームスピードが速く見えるな。結局リング使ってて何が一番大事ってその方向選択だと思うけど、痛いコンボもできるし、その妥協コンボもできるし、ね、コンボもいけるっていうのがでかいね、うん、おお初めて見たな。お互いね、置き攻めがさっきから通りまくってるんですよね、うん、例えば今のとかでもコパン大パン昇竜ネスとかで勝ち切れたりもするし、これゲージを節約してコパン大あの大自由度もできるし、結構自由度がなんだかんだ高いと思う。高い上原カラー、あの桃地流出てるじゃないですか。はい、あれは本当にかっこよかった。いや、面白いかっこよかった、確かに。強い、強い、強い、あれ。なんかやっぱりその、桃地さんの竜って、ストーボール時代から僕見てたんで、やっぱ国宝なんですよね。はい。なんか、茶会さん曰く、桃地さんの道着は名古屋の宝だって言ってましたからね。あの、今引きこもってる茶会がですか。引きこもってる茶会さんが。茶会が多分見てる。いや、茶会さんには多分見てないですもん、うん、多分寝てます。はい、寝てます。新王茶会ですからね。新王茶会ですから、はい、ゲーセン来て寝ますから。茶会さん、その使いに来て、来た瞬間一戦だけやって3時間ぐらい寝て、起きた後にいや今日は得るものがいっぱいありましたわって言って、で、その後大高に行って、ま、た 寝ました。寝て3時間ぐらい経って起きてアイス食ってまた寝てました。でも強いんですよね、茶会さん。さあ、ギリギリのところで灼熱が当たって取り返して1対1。灼熱の打ちどころが結構重要なんですよね。そうですね。ダメージってよりも相手をこかせれたりとか、いい状況を取れるんで。ナイスセーブ。この状況最近ね、なんかやってて思うんですけど、はい、起き上がり前捨てする人増えてませんか。増えてますね。なんかあったんですかね、あれ。多分なんか元ネタが、なんかの影響でしょうね。なんだろうな、ハケでやっててもなんか前捨てする人いて、上からそう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 、あ、まあ強いといえば強いんですよ、選択肢的には。後期戦だったら結構やるですね。しっかり体育出して勝ったのは EX コアイスさん、ユニロックさん、もありがとうございました。ちょっとさっき天狗杯の話言っていたときに忘れてたことがあって、はい、この間 あの大会で売ったマットキャッツ T シャツを天狗杯でも少しだけ売ることになりましたので、はい、ぜひアーバンスクエアでありますんで、ぜひ皆さん2部の方で売りますので、ぜひ来てください。アガジオさんのサイン付けで売ります。価値が下がってしまう。マッドキャッツに入る可能性がなくにしもあらずな人間のサインで。ないです。ないです。さあ、チュンリーザンギ、これは結構、ね、これは僕の記憶だと、うん、チュンリーが4回ぐるぐるドーンってされて死んでったが、あの動画を見ましたね、うん、ただそれでもザンギ不利なのか、これは。いや、どうなんですかね。AB ではかなりまあきついんじゃないですかね、うん、立ち回りが。理論値としては多分7-3ぐらいついてるんですけど、あの多分大会の実践値としては5分じゃないかなっていう、大会というかの実践値的にはその立ち台系が相当やばいんですよね、こうやって。で、もったいない。これ中身戦は振り込みなんですかね、これは。一応そのバックステ狩りとかのやっぱふんわりしてるんで対空しやすいっていうのもあるんだ。あと EX スキパ狩りかな。ああ、そうですね、うん、あ、スキパは空中判定ですか、ね、はい、あ、そっか。ただ僕個人の意見としては今のとか要は結局パナシオになってしまうんで、フルコン2っていうのは一応あのうまい残業の人とかだとあの投げに仕込むんですよ。投げに仕込む、要は、はい、起き上がりに相手が要は上リッパーしたくなるじゃないですか、その相手は。で、投げに仕込んでおいて相手が垂直ジャンプや後ろジャンプで逃げたらシベリアンを打つっていう。あー、削って終わり。間に合う、間に合います、間に合います。で、一応そういう戦い方もできるんですけど、かなり難しいんで、それは状況判断もしなきゃいけないし、結構その残機使いって上手い人は投げの後にジャックスクリー仕込んだりするんですよ。いや、バックステとかを後ろに使
少ししか下がらないけど見るじゃないですか。そういうキャラ用に仕込んだりもするんで、結構駒投げとかそういう分かってきても仕込みようがあるんで。完全チュンリーペース。完全結構職人キャラだね。じゃあ職人にもなれるし、ぐるぐるもできるしっていう、結構自由度がなんだかんだで高いキャラだと僕思います。そう、あの立ちだけが本当にエグい。ああもったいない。さあ明らかにシベリアンを、まあ狙ってます。さっきからねずっと投げていく。さあ出た出た出た。あー、ごめん。分かったのは、ひさゆさん。もちさんもありがとうございました。この組み合わせは結構、その、やってないときついっていうのがこのゲーム結構多いんですよね。あ、はいはいはい、例えば、ガンガン落とされてたけど、早出しのいわゆるマリオキックとかジャンプ中継とかあるじゃないですか。あれ対応できる部分もあったりとか、この、台形に多分下台形とか当てれるのかな、一応。いろいろ多分僕はあんまり知らないですけどやり終わったと思うんで、まあ、知識の差が出たっていう感じなんですか。お互いのその状況はその知識が5分の時って、うん、今の組み合わせだとチュンリーの方が勝ちやすいんですよ絶対。まずやれることが簡単なんで、だから結局ダイヤって難しいってね。そう考えるとまあそうですね、うん、個人差はあるよね。個人差がありすぎるんで、うん、今日は僕帰れません。ジュソさんがいるのに帰れるわけないでしょ。さっきの遠隔のね、俺に大好き発言したから、ね、本田対コーディ、これどうなんだろうな。これ見ないっすね、なかなか。ただそのマイクロス VS 桃地コーディのあったじゃん大会で、はい、あの時マイクロスさん勝ってましたけど、その結構見た感じだと割り切るしかないっぽいんですよ本田側も。そう、駒投げとか結構その本田側が荒らしに行く組み合わせっぽくて、結構その石投げられてタイプキャラじゃ触りづらいし、このでも本田も我慢したいんですけど ね、多分我慢できる組み合わせないんでしょうね、なかなか。正直我慢したところで自輪になってくると思うんで。続きはカスハンある、ありますね。弱にもあるんですかね、あれ。弱にはさすがにないとは思うんですけど。さあ、そう、ここからすごい、すごい。さあ、今のはフレーム消費でしょ多分、うん、ははははあ、そう、これがあるからね。こうじゅ、今のうまかった。うまい、うまい、いいね、これ今の。対空が強いんで、ひたたたも通常技も飛べないんですよね。でその開幕ぐらいの距離で垂直ジャンプ巻いてもう刈られちゃうんで、結構やれることは少ないっぽいですね本田が。ほんとジリジリ歩いてって一発掴みに行くっていうか、コパンチ込みの張り手とかで。もったいない。やっぱ固めがえぐいからねゴーディー側は。あー一個ラッキー。それは今度 KOF 出ますけど、ミサさん、あ、やるんですか。13、13、まあやりません。話が終わった。まあでも今はもうお熱ですからね、このゲームに。 KOF でしたけど、はい、もう KOF はもう忘れることにしました。あ、忘れますか。なんかジュソさん的にはこのゲームが面白すぎたんですよね。そうそうそう、あまりにも。まあ、多分全部格ゲーというのは基本的に全部面白いですけど、やっぱ自分の中で一番面白いゲームってありますからね、うん、まあ、逆にそのうち変わるかもしれないですけど、ね、しっかり垂直からコンボ決めてコーディー勝ったのはビロリさんですね。半角エビさんもエビセンさん、半角エビセン、どういうこと。ありがとうございました。これは どういう決戦、トーナメント、トーナメント、はい、要はあと2回勝てばいいでしょで終わり。はい、一応確認ですけどキャラ変更なしでお願いします。はい、お願いします。でこの後もう一回トーナメント終わって、でそっちの優勝者と最後戦ってもらってみたいな。いいね。さあ、やっぱ誰だっけ、あ、チュンリーか。
龍じゃない。あ、そう、龍だ。下は龍。さあ、龍桜はさっき僕が聞いた感じだと、この、結構きついっていう桜川が言ってましたよね。きついよ。まあやっぱその、昇竜持ちキャラっていうのをやっぱ固めるキャラ、そう、桜みたいな。波動打たれてるだけで、もう、やめたいね。やめたい。うん、波動持ってますよ、桜も。桜は、桜はいいんだよ、まあ。波動キャラってわけでもないですからね、このキャラは。桜で開幕波動ってすごくない？まあ、確かあ、しっかりしてる。まあ、硬直長いですからね。まあ、これはでも、僕も桜、竜で桜戦はなんか結構やったことあるんですけど、まあ、ガンガンその竜側が置き攻めできるんで、やりやすいんですよね。で、その通常技というか、立ち台系も、あれ、一応彼、あの、差し返しできるんで、あの、ピアレがいいんで。困った時に安いしっかりしたいです。これでもゲージがないんで、あ、うかつには話せない。しっかりガード。うおー、うかつ、うかつではなかった。今のはいいところだった。ヘイ、あー、ひどい、かわいそう。当てる才能、これだよ。これがあの梅原さんに見せた神の家目つぶって EX シュンプ。ちょっと前入れるだけで当たるっていうね。中足が短いから、あんまり中足売れないですよね、桜戦って。だからその中足の代わりに波動を置くぐらいの勢いで龍側はやるべきなんですよ。しっかりさせます。しっかりこもってる。ヘール、さあ、はいはい、強リーチ。しっかー、耐久じゃない。しっかりさせます。まだワンちゃん、はい、しっかり削り切ってよかったな、ジュソさん。よかった。小林さんもありがとうございました。さあ、とりあえず決勝が決まりましたね。はい、1人目はジュソですよ。で、次はコーディーとチュンリーなんで、はい、まあ、コーディー、チュンリーはちょっと分かんないな。コーディーは来てほしくないな。コーディーやっぱやりづらい。いや、そんなことないんだけど、さっき分からされたから苦手意識が、うん、ちょっとやだな。これもあんまり見ない組み合わせだな。結構どうだろう、バクステの性能がやっぱチュンリーいいんで、スリーバックステでいろんな顔行動安定して逃げれるんじゃないですか。あ、そうですね、ね、いや、チュンリーは本当にセビやっぱ強いですからね。で、結局そのチュンリーはなんだかんだで置き攻めが強いんで、はいはい、これは難しいですね、クラスとして。やってない人間じゃちょっと分かんないですね。おー、サードっぽい。さあ、こ、あ、勝っていく、しっかり暴れていく、暴れていく。まあ、とりあえずお互いゲージため。しっかりと石が見えないですね、この際。これコーディー、チューリーの時がふわりしてるんで、結構簡単に枯れそうですね、その。投げ跡って置き攻めは何を。しゃがんでしまう、あれが本当に見えない。そのコーディーの、その、僕の中で一番強いと思うところって、ジャンプ台系なんですよ。ああ、そうですね、判定がバカ強い。バカみたいに強いし、下に伸びるし、ね、すごい強いんですよ。これでも落とせないことが。落とせないですよ、あれは。あるね、このゲームの中でも多分最強レベルなんじゃないですか、あの飛び抜けは。こんなに見せるけど、三角で、まあ安いけど仕方ないし、バックステムの2着ですかな。お、うん、怖いな、あの、ね、あの大パン本当怖いね。本当に怖い。さあ、置き攻めはしっかりエクステが返して痛いのを食らう。まあ、この体力差でも一発食らったら死に、ほぼ死んでしまうぐらいのレベルの火力を持ってますから、これで。あ、お
ワンチャン、まあ、安いか、仕方がない。さあ、あこういう時でもあるんですね、チンリー側しっかり球見てから打って、気候を打って、気候を競り前してで、ウルコンに出し切っちゃえば削れるんですよね。どうなんすかね、ちょっと、よく Y さんがやろうとしてミスってるとこたくさん見るんですけど、出てないですよ、実際には気候賞は。ダイパンが出てるんですけど、Y さんは気候賞出ませんからね。さあ、しっかり対抗する。みんな、あの対抗さくらにも欲しいな。あったらもう、このゲーム終わりますよ。豪気に欲しいですよ、ハッハって言って。ベガに欲しいよ、ベガに。いやでも対空難しいんだよ、あのキャラ。対空は難しいですね、ベガは。もうな、お互いその波動の隙が短いから飛びにくいんだよな。さあ、チュンリーはそうでもないんじゃない。結構見てから見てから、まあ飛びが通りにくいって意味で、やっぱり気候だと飛ばれてても結構バクテで安定したりするんですよ、チュンリー側は。入れ込んでいく。さあ、出ない。減りました、今かなり。あー、安いが。これチュンリー側まだゲージありますからね。これはどこでゲージ開くか。これは熱い戦い。スパコン当てると行くんじゃないですか。行きますね。あ、しっかり殺し切る。うまい。勝ったのはビロリさん。ヒサヨさんもお疲れ様。できちゃいましたか。いいチュンリーだった。でもはい、はっきり言ってくださいね。あなた今緊張してますよね。緊張？やばいね。さあ、まあ、まあ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 気楽にやりましょう。まあそうだね、相手も強い人なんで。コーディー負けたから、まあ汚名返上で勝とうと。まあ二度あることは何て言われていますからね。あ、二度あったね。はい、二度ありました。よし、よし。さあ、これはどっちなんですか。これね、ハルラマン、多分どっちでもいいんじゃないですか。迷ってることは。どっちでも。ハルラマンっぽいけどね。さあ、決勝戦はジソサクラ対ビロリコーディ。俺が腕伸ばした時は超強いからね。今まで一回も伸ばしませんでしたからね。でも相手の方も BP1 万ありますからね。うん、やってる方です。やり込んでる方ですよ、これは。動きも、さあ、首が通る。いい曲だな。これは結構近づきにくいんだよ、桜側もコーディ側も。だからダメージ取られて、ゲージ状況、まあゲージはそこまで変わらないけど、ダメージ取られてるから、ジェトさんは近づかなきゃいけない。あー、危ない、痛いのが始まった。中断。いやー、コーディの人うまいですね、やっぱり。うまい、この人しっかりする。今の持続化でか。そうだよ、体力逆転。さあ、見えない。見えない。あれは赤城さんも苦労した。今の表なんですわ、あれね。卑怯だよ。お、死ぬ。さあ、ワンチャン。うわ、上入れっぱをしっかり刈る。いい選択肢。あそこで、あん、なんかいいやと思っていい靴がないから死ぬんですよね。ゲージくれ、ゲージくれ。さあ、見てから。ゲージをくれ。